緑色灯は、韓国における緑の灯。2012年3月4日結成。2012年10月13日から2014年2月19日までは、緑色灯プラスを透明としていた。2011年3月11日、日本で発生した福島第一原子力発電所事故をきっかけに、高まった脱原発の機運を背景に、緑色灯結成への準備が進められた。 2011年10月に総統準備委員会を発足させ、各地で政党の結成に必要な党支部づくりを進め、2012年4月の第19代総選挙を前にした3月4日に総統大会を開いた。国会議員からの参加者はなかったが、無所属の地方議員2名が合流した。総統大会では、 党首にあたる共同運営委員長に、金足本全環境運動連合代表と、李雄治総統準備委員が選出された。同時に採択された綱領で、緑色等を、成長と物心主義、経済市場主義を超える、政党、化石燃料を超える太陽と風の政党、緑色価値の政党、反政党の政党と定義した上で、生態的知恵、社会正義、 直接産翼佐野根民主主義、非暴力平和、持続可能性、多様性尊重を掲げた。4月の総選挙では、ふるさと原子力発電所がある、不山広域市平雲で区、基調軍を地選挙区とはねる原子力発電所がある、京昌北道、宇津鎮軍、栄徳軍、栄洋軍、放火軍選挙区で候補を擁立するほか、比例代表にも候補を3名擁立した。しかし、 地域区候補はすべて落選、比例代表でも0.43%の支持に止まり、議席を得ることはできなかった。選挙直後、政党法の規定に基づき、政党登録が取り消された。しかし、緑の党の価値と政策、そして組織はそのまま存在し、地域と党員の意見をまとめて、新しく始めるとして、改めて再総党の手続きを進めることを明らかにした。解散後、 緑色党の名称で総統準備委員会を登録した。そして9月8日の景気道を皮切りに地域党を発足させ、10月13日に緑色党として総統大会を開催した。大会には日本と台湾における緑の党の関係者が来賓として参加し、日、半、大の緑の党の間で交流を図っていくことで一致した。 2012年当時の政党法における規定では、登録取り消し政党の名称は、任期満了による次期国会議員選挙まで使用することができなかったため、緑色党の名称で政党登録をしており、同条項は、新生政党の成長を妨げる規定だとして、新歩新党党と共に2012年5月3日に行政訴訟を提起した。訴えを受け入れたソウル行政法院からの、 意見法律審判提案を受けた憲法裁判所は二千十四年一月二十八日、得票率二パーセント未満の政党登録取り消し、規定と登録取り消し政党の名称使用禁止の政党法規定に対し意見の決定を下した。意見決定を受け、遅かったが決定を歓迎するとした旨のコメントを発表、同年六月に行われる統一地方選挙では、緑色党で、 候補者登録を行って選挙を戦うことも明らかにした。2月19日、中央選挙管理委員会は、先の意見判決を受け、党名を緑色党に変更する旨の広告を行った。同年6月に行われた全国同時地方選挙では、党の拠点である工場群から出馬した候補者も含め、候補者全員が落選した。 2016年4月の総選挙では、地域区候補はすべて落選。比例でも、得票率0.76%を得て、前回選挙の0.48%よりも躍進したものの、阻止条項を突破できず、議席を得ることはできなかった。全国民主労働組合総連盟613、地方選挙民主労務里と進歩制、政党の地方選挙の共同要求案と民主労、総候補、 支持候補発表の記者会見、ありがとうございます。